してくれたんで、はい、これもう販売中のエルセーラ 52UL プラスの方、はい、なんかは操船しながら、うん、あのピョイ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 こうやってやることが多いんで、はい、あのこの取り回しの楽さは、うん、まあまあめちゃめちゃありがたいなと思います。例えばこういうハングしてるところとかも、あの楽にね、力入れなくて短いから、あの力まないと飛ばないってこともないんで、軽く振ってあげれば、あのガイドの抜けがいいんで、長さよりはかなり飛んでいく感覚があるですね。 DC に比べるとバットがかなり硬いんで、あのなんだろうな、こういうごっついところ入れ込んでって、はい、牙とかで食っちゃった時に、あのラフプレーには向いてる。反転するときにも止めれるんで、これは根掛かりだけど止めれるんで。まあまあ、このかなりなんだろうな、ソフトなディップとバットが共存してるっていうのは貴重なんじゃないかなと思う。こんだけパワー出そうとするとね、ディップまでどうしてもヘビーになっちゃったりするんで、ライトゲームには使うにはちょっと辛いんだけど、こんだけソフトだと間が持てるっていうか、食わせんときに邪魔になりにくいのと、結局ティップがクイックな動きしても、なんだろうな、こっちのモーションが短くてもティップで仕事してくれるんで、あのこっちの動作は小さくて済む、あの振らなくてもいいみたいな、これだけでティップでもう飛んでっちゃうんで、結構おかっぱりでも意外とこういうところ、うん、あの上邪魔だな、竿を振れないなってとこでも振れちゃうんで、おーすごい、振れちゃうんで、あの楽。あとスピニングはどうしてもね、バックハンド難しいなって感じる人多いと思うんですけど、ベイトの方がバックハンドやるんだったら圧倒的に楽なんで、こういうとこはね、本当僕もやっぱスピニングだとちょっとひよっちゃうんだけど、ベイトだったら入れ込んでいけるんで、バックハンド多用するような場所だと特に昼間のカサゴは辛い。全然力んでないでしょ。でも全然奥まで入ってくるんで。逆に言うと、あの飛ばそうとしない方が仲良くやれる気がする、このサーホは、うん。ナッツォ。ナッツォ。この類のやつを例えばポイントに打ち込んだ時によくエビるでしょ。はい。あれって水に突き刺さっちゃうからなんで、だってファミングしてあげて姿勢整えてあげれば、あのエビる確率が低い、うん、こういうのめちゃめちゃ超過に直結してるなと思ってて、スピニングで打てんだけどねっていうところはあったとしても、この姿勢をねちゃんと着水した段階で釣れるような姿勢で送り込めるっていうのがめちゃめちゃ大事。せっかくいいとこ入れたんだけどエビったよって、みんなあると思う。いや入ったと思ったらエビってんじゃんって。これがなんでかっていうと、水に突き刺さっちゃう、ブレーキちゃんとかけてあげないと突き刺さっちゃうからエビっちゃう。せっかくのチャンスがねエビっちゃうともったいないんで、こういうとこでしっかりサミングして送り込んであげて、この時もねやっぱりベイトの利点、プールで送り込めばいいだけだし、着底したら止まるからすごい分かりやすい。状況把握するのにやっぱりベイトは手返しもいいし、パワーもあるし、太い糸使えるし、かなりメリットはありますね。もうちょっと奥に入れたいですね。入った。いや、いいね。視聴者の人は今何が釣れるんだろうってワクワク感で包まれてるよ。何もいないけど、ここは最高だよ、多分見てる方は。今は尺ヘッド 3g にベイティの 1.8 インチをつけてます。あのあっちのコンクリの角にしますね。すごいですね。サビア TC はグリップが普通のサビアより短くなってくるんですけど、その分こう手首で返しやすくなっているというか、軽く投げられる軽いものがというので、非常に
コントロールがしやすい感じのチューニングした竿になってます。でストラクチャーの脇とかストラクチャー沿いですねに軽いものを入れたいときに、あとボートとかであんまりオーバーなキャストができないところでも軽く入れられるようなテイストです。これやっぱりたらしは短めとか、たらしの長さ、たらしの長さなんですが、基本的には今までのサビアとかサビアと一緒で、ほぼほぼたらしはなしで投げてますね。いわゆるベイトフィネスロッドの基本的な多分投げ方だと思うんですけど、たらしなしの、はい、でこの状態で軽く振るだけで、はい、ここのグリップがちょっと短くなってて、あと少し多分バランスとグリップが短くなってるだけじゃなくて、このバランサーというか竿全体の下の方のウェイトが調整してあるので、この手首の返しの振りがすごいやりやすいっていう感じのテイストになってます。なんで非常にこういうボートとかでああいうストラクチャーを軽くこう狙いたい時とかにこれでもう飛んでくんで、今ちょっと微妙なキャストでしたけど、やっぱりグリップが短いことによってこう肘周りを邪魔しないとか。そうですね、うん、ただグリップが短くなってこの片手のワンハンドでも投げれるんですけど、やっぱりどうしてもオーバーで投げるときたいときって、はい、ダブルで両手で投げたい方もいると思うんですけど、うん、そういうときもこうやって普通に両手でも投げられるようなグリップの長さになっているので、普通におかっぱりとかで両手でフルキャストしても全然できる。別にボート専用ということじゃなくて、はい、非常に快適ですね。これは通常のサビアとハンドルグリップ長以外に違いはあるんですか？このグリップから上のところの1番と2番のところっていうのは基本的にサビアと全部一緒なので、ガイドのセッティングも含めて一緒なので、何かそこでなんて言うんだろう、ベイトをフィネスの方により特化しちゃったとかじゃなくて、パワーとかみたいな部分とかは全く一緒です。でそのパワーが同じまんまで投げやすい軽いものがっていうところがすごいいいところというか、ハマる人にはめちゃくちゃハマると思いますね。なので TC テクニカルキャストですね。テクニカルキャストです。なるほど。多分これを開発されたっていうか考案した地球さんが最初にこれを作ろうっていったきっかけになったのが、多分あのメバルだとあの、藻が生えてる時に穴を打っていく、藻の隙間にこう軽いジグヘッドとかをポン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 入れていくみたいな、精度の高いキャストをしたいなっていうところから多分生まれてると思うんですけど、そういった多分おかっぱりの藻の穴打ちみたいなところもすごいやりやすいと思います。とにかく片手で振った時に軽く、今そんなにこんな大げさに曲げ込んでないんですけど、ヒュッて投げただけでこう思ったところに行ける感じ、なんで竿が手首のところですごいコントロールしやすいと、やっぱ自分の思ったところに投げやすくなるという感じがあるので、非常に快適です。今一番投げてて気持ちいいウェイトはどれぐらいですか？今だと今日の今 PE のこれに06を多分45メーターぐらい巻いてるんですけど、ちょうど今は3グラムぐらいが投げやすい、気持ちいいというセッティングにしてますね、はい、多分2グラムでも全然気持ちいいかなと思います。やっぱね、ユーザーさんでもテトラでやる人多いと思うんで、あの今日はなるべくリアルなね感じでそれっぽいところを、あのもう今回は魚の有無というよりは、なんだろうな、実践的なシチュエーション重視。了解です。テトラ本日は東京羽田の
FLB クルーズさんに宣伝しと来ております。これが来年春ぐらいですかね、発売予定のサビア TC です。テクニカルキャストグリップですね。今まで出てた、普通のサビアのよりグリップのところだけが変わってるモデルです。 5.5 センチぐらい長さだと詰めてあるんですけど、でストレートグリップになってて、でここのバランサーが入っててウェイト調整がしてあります。でテクニカルキャストがしやすいモデルとなってます。長さが変わってバランサーの調整が入ってるんで、この手首だけの動きですごい竿全体および竿先のコントロールがすごいしやすくなってます。そんなに変わるのって思う方いると思うんですけど、結構違います。でなんでこういう乗り合い船的なボートとかでなかなかなんて言うんでしょう、おかっぱりみたいにこう、うおーってこうきっちり振りかぶって投げるとか難しいシチュエーションって結構あると思うんですけど、後ろのおかっぱりでもテイクバック取れないみたいなところとか、そういう時にこうヒュッて軽い力で軽いものを投げやすいというモデルになってます。で今度 TC です。サビア TC、 短いのは短いのでやっぱりメリットがあるし、長いのは長いのがメリットあって、ボートで短ければ短いほどいいのかって言ったら、意外と人を避けながら外で振るっていう時にはね、そこそこ取り回しがいいけど長さ欲しいってシチュエーションがあるんですよ。長すぎず短すぎずっていう。でこれ最初地球さんが持ってきてくれた時にもうね、欲しくて欲しくてたまらない長さとね調子だったんです。僕お願いしてもう欲しい欲しいっつってもうこれはなんだろうな、僕みたいにお客さんとやってるとどうしてもねこれはね必要なんですよ、仕事道具的な感じで。でまあまあこうやって操船しながら風あってもまあまあちょっと釣ってよみたいなこと言われることもあるんで、そういう時にまあ感度が良くてこう見てない時にねこっちが感度取れてるっていうのはかなり大事。よいしょ、釣りにすぐ復旧できるし、どのアングルからでも振り込めるっていうのはめちゃめちゃやっぱこのグリップがバランス変更してね、やっぱり地球さんが作りたかったものなんだろうなっていうのはすぐ分かっちゃった。もう正直手放せないこの竿は。多少距離あっても届いちゃうんで、ぜひもう今のねサビア気に入ってる方も、まだサビア使ったことない人もきっとどちらの人にも満足してもらえるような仕上がりなんじゃないかなと思ってます。まあでもあれだよね、寒くなってくるとこんな感じだよね。釣り物的な意味ですか？船長釣らせろって話だよね、ごめん。いやいや、そんなこと言ってないですよ。釣れなくて楽しいよねってキャプテンが言っちゃいたんで。やるねやるね。お、あーよかった。これ何、これシーバスじゃね、これなんかこう首振ってっからチヌか。ワームは何ですか？ワームはベイティーです。おー、やりー、サンキュー。はーい、やったで。僕いつも思うんですけど、かわいいな、僕が釣ってもしゃあない、人に釣らせるのが仕事です。いやー、でも釣れると嬉しいね。よかった。かわいいサイズ。